ことぶきロータリーに立つ銅像中井手作りから1931年3月27日は、古賀財閥を起こす石となり、鉱山王と呼ばれた人物。田島国豊岡藩の下級武士の子として生まれ、1858年、豊岡藩氏、中井新吉の養子となり、藩敬語役の傍ら家法技術や数学、測量を学ぶ。1868年、母親戦争において 桂御所の警備につき、法術家、クゼ自作に従い理科学を学んだ。明治新政府より、貨幣市勤務の命を受け、そこで身につけた金属分析技術をもって、貨幣市から鉱山市に転任となり、田島国の育野銀山の最高の職に就く。ここで、フランスより来ていた外国人技師ジャンフランシスク・コアニエラと共同し、最新の鉱山技術や精錬、夜勤技術を学ぶ。 その後、裸一貫で、上京、1875年から1884年まで、古川一兵の古問技師として、栃木県、足尾銅山や新潟県、曹操銅山の経営にあたり、古賀工業引いては、古賀財閥を大きく成長させた。1884年、古問役を務めた古川家を辞し、工業家として、独立自営する。岡山県、 国製鉱山など各地の鉱山を買収、巨万の富を成し、鉱山王とも呼ばれるようになる。工業のみならず山林業にも手を染め、500万本もの植林を行い、山林王の名も欲しいままにしたという。京里、豊岡での産業振興や人材育成にも力を入れ、銀行、製紙工場、 レンガ工場などの経営にも関わり、1906年育英基金、中江渡る学会を創設し、学者、弁護士、医師など多くの人材を育成した。1911年、収益金の一部を町の奨学基金にという条件で、豊岡市上水道建設費を全額寄付した。奨学金制度は現在も続けられている。 豊岡市上水道は1922年5月11日に、同志木の崎町の二見の湧き水を水源として、通水した。1925年3月、町議会は、中江草作りの功績を称え、ことぶき公園に銅像を建設した。豊岡市上水道が通水した5月11日には、毎年、ことぶき公園にて、水道祭りが行われている。ありがとうございます。